皆様こんにちは。宝塚ルームへようこそ。あ、ちいかわ号がやってきました。現在、阪急電車とちいかわがコラボしているのをご存知ですか？神戸線、宝塚線、京都線の3線で、ちいかわのラッピング電車が走っています。その中の宝塚線のちいかわ号に、出会えちゃいました。宝塚線ですので、ちいかわたちが宝塚に行く姿もありますよ。いつか宝塚歌劇団とのコラボグッズなんかも販売してくれないかな。さて、この宝塚線に乗り、今回は以前話してました大阪の池田にあります小林一三記念館と逸王博物館に行きますよ。ではいざ出発進行。池田に到着しました。駅から徒歩10分強。小林一三記念館と逸王美術館、池田文庫があります。まずは小林一三記念館から。こちら、実際に小林一三氏が住んでいた場所なんですよ。以前に NHK で、京成催眠の男小林一三夢とそろばんというドラマが放送された時に、お家の中が結構映っていたのですが、あのドラマの時と同じだ。と、まずそこに感動でした。ご自宅には、確固たる著名人も訪れていたようですが、住花代さんなど、タカラジェンヌも数多く訪れていたようです。小林一三氏が残された実績というのは、阪急電鉄はもちろん、宝塚歌劇団も含めて数多くあるんだなぁ、ということを改めて思いましたし、また、様々な構想をこのご自宅内で考えていらしたんだと思ったら、なんか背筋が伸びると言いますか、緊張した感じで、いろいろ拝見させていただきました。実は中には、雅俗山荘というフレンチレストランがあります。訪れた日も多くのお客様でいっぱいでした。いつかそちらにもお邪魔してみたいです。小林一三記念館から歩いてすぐにある逸王美術館に来ました。現在、逸王美術館では発見小林一三と宝塚を開催中です。残念ながら中は撮影することができなかったのですが、少し感想を述べていこうと思います。美術展では、宝塚大劇場周辺の歴史や、昔の宝塚歌劇団のポスターなどを見ることができました。以前、宝塚大劇場の歴史について、このチャンネルでも話したことがありましたが、今とは違い、昔は温泉施設があり、宝塚歌劇団はその中の一つ、みたいな形でした。昔は劇場の周辺は遊園地、動物園、植物園、運動場、図書館なるものまであり、様々な娯楽施設があったようです。また、宝塚映画製作所という映画製作会社まで存在したのは驚きでした。美術展からは少し話がずれてしまいますが、今話しました。宝塚映画製作所が、後の宝塚映像という会社になります。宝塚映像では、阪急ドラマシリーズというドラマを制作していたことで有名ですが、ご存知ですか？阪急ドラマシリーズ。私はうっすらしか覚えてはいないのですが、番組の特徴として阪急沿線沿いが舞台となることがほとんどで、ドラマの中にはタカラジェンヌも出演していたそうです。時代の流れとともに宝塚の街並みも変わりました。宝塚ホテルが宝塚大劇場の横に移動してくるなんて、小林一三氏は想像していたでしょうか。美術展の最後、宝塚ファミリーランドの案内動画を見ることができるスペースがありました。関西旅行に宝塚へというコンセプトで作られた内容でしたが、なんだか今以上に熱気を感じると言いますか。
宝塚という地を盛り上げていきましょうというのをつくづく感じる内容で、なんだか羨ましく感じてしまいました。昔のようにとは言いませんが、これからも宝塚大劇場とともに盛り上がっていく場になってほしいなと美術展を見て思いました。発見、小林一三と宝塚、9月3日まで展示されています。池田文庫にもお邪魔してきました。歌劇や宝塚グラフはもちろん、公演パンフレット、写真集などもあり、宝塚ファンとしては夢のような場所です。私も10年以上前の歌劇や公演パンフレットを読み、懐かしい気持ちになってきました。時間の関係上あまりゆっくりはできなかったので、今度は一日中池田文庫で過ごしたい気分です。今回の動画いかがでしたでしょうか。本や書籍を通じて小林一三氏のことを知っているつもりでいましたが、実際に記念館に行ってみて知らないことがたくさんありましたし、また先見の明がある方ということが今回でよくよくわかりました。余談ですが、てっきり宝塚ファミリーランドという名前は小林一三氏が名付けたのだと思っていたら、実際は違い、宝塚新温泉の開園50周年の際に一般公募で選ばれた名称だったことを私は今回の美術展で知りました。公募を行う際のポスターが展示されていて、その内容の中に名称が選ばれた方の中から抽選で宝塚大劇場の観劇チケットがもらえるという特典も記載がありました。これは今でも変わらないやり方ですね。宝塚がお好きな方、ぜひ一度訪れてみてくださいね。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。